早速お二人をお呼びしましょう。どうぞ呼んでください。応援副リーダーのお二人お願いします。拍手でお迎えください。走ってこい、走って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 、奥に奥に、どうぞどうぞ。谷口伊藤さんと水本勝成さんです。我々距離をしっかりとってますので、マスクを取ってトークショーをしていきたいと思います。まずは水本さんからご挨拶お願いします。こんにちは。今日は、開幕戦ということでたくさんのお客さんが来ていただいた中でこういう、機会を設けていただいてありがとうございます。今日は一生懸命応援しましょう。よろしくお願いします。こんなことがいいようになったんだね。成長した。皆さん盛大に拍手お願いします。はい、続いて谷口さんお願いいたします。久しぶりに鹿児島に帰ってまいりました、谷口勲です。今日は皆さんがスタジアムに来れるのもあれですよね、こんなに人が入るのも久しぶりですよね。そうそう、本当にそう。今日の日を無事迎えられたことに感謝して今日は勝てるように応援していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。田上さん、はい、応援副リーダーということで、はい、就任されてお二人心強いという話がありましたが、はい、水本さん就任した時どうですか、気持ちとしては。なった前ぐらいに田上さんが電話かかってきて、そう、ね、YouTube のね、うん、ライブだったんだよ。ライブ配信で彼は多分前もって言ってしまうと、いや僕ちょっと無理っすって言うタイプなんで、そうですね、もうそれだったら本番中に電話しちゃおうってなって、本番中に知ってなりました。そうなるとね、田上さんのやった感、やってやった感はありますよね。ありますあります、あります、うん、まあやられましたでしょ、はい、やられてしまったという水本さん。で、谷口さんはちょっと水本さんにも早めに決まったんじゃないですか。一個いいですか。あ、何でしょうか。俺、去年1年の下積みを経て副リーダーになったんですよ。確かに確かに。なんか、ちょっと拍手、皆さん拍手してください。ありがとうございます。そうなんですよ、去年ありがとうございます。かつは、なんか急に俺より先に決まってた感があったんで確かに、そうだね。電話した順番も勝が先でしたけど、なんか勝決まったよぐらいの感じで聞いたんで、あれ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 みたいな。まあでもジャンルがあってビジュアル系ですよ、彼はビジュアル系担当で、あの副リーダーとしてお笑い担当なんで。今後どういうことしていきたいとかってありますか。今年から応援しだした人とか、あのまだ応援歴2年なんですとかいう人に、鹿児島のサッカーの歴史を、まあ、最初から知ってる3人なんで、はい、2014年からこれまでを振り返るみたいなのをこう分けてなんかやっていけたら面白いのかなとは思ってますけど、皆さん見てみたいですよね。わっ、ああありがとうございます。今それぞれは熊本大阪で何をされてるのかっていうのを聞いても大丈夫ですか。聞きたい聞きたい。水本さん、まあこれからいろいろとやり始めようかなっていうところですね。なるほど、はい、じゃあ SNS をねフォローしてもらってダメ。いやいいです。じゃあお願いしてもいいんじゃない。ほらちゃんとあの投稿とかも SNS するタイプじゃなかったんですけど、引退してから SNS も始めまして発信をしていこうってことなんで、あのセカンドキャリアの方もちょっと応援してあげてください。いつ始めてんねんみたいになりましたけど、ね、びっくりした。こっちにも報告ないから。今なん報告なかったんですか。ない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 、突然のないです。なんかお前もやった方がいいよぐらいで来たんで。そうそうそう。あ、そして谷口さんも、ね、え、その谷口さんは今は何をされてるんですか。僕も大阪でちょっとサラリーマンしてます。お仕事、はい、どうですかサラリーマン生活は。やっぱりその選手時代は自分一人の時間も多くて、練習した後も自分のケア、自分の筋トレだったりっていう時間が多かったんですけど、ずーっといろんな人と仕事してるわけじゃないですか。まだ慣れてないです。もうお仕事されて1年経ちました。はい、まだまだこれから勉強して頑張っています。なんか今後楽しみですね。すごいですね本当に。ねえ、お兄ちゃんになったね2人とも。えらいしっかりするもんですね、世間にも追われると。そして応援副リーダーという二足のわらじを履いてるわけですもんね。だからあの僕的には、うん、息抜きの場にしてもらえたらいいのかなと。あの非日常的な空間にちょっと来てもらって、息抜きの場でストレス発散してもらって、また頑張ってもらえればなというふうに。でもサッカーとこう関わる機会があんまなかったんで。そうでしょ。ちょっと嬉しいですめっちゃ。嬉しい、はい、って言ってくれるんですよ。え、水本さんどう。勝つはどうなの。無理やり感あるの。やっぱねサッカー好きですし、うん、やっぱあの純粋な気持ちで見るようになりましたね、サッカーを。あ、それあるんですよ。僕ら引退してから
サッカーのことめちゃくちゃこう純粋に見れるようになって楽しい。めっちゃわかりますけど、それ基本自分に関わる試合をめっちゃ見てたんですけど、そうそれ以外のいろんな試合めちゃくちゃ見るようになりました。わかる。だから鹿児島を一回関わった選手とかの試合とかめっちゃ普通に見ますし、今まで選手の時って自分のポジションの選手見てて俺だったらこうしたのになとかこうそういうことばっかり考えちゃうんですけど、今ってもう純粋にサッカーをこう見れるんですよ。それが楽しくて楽しくて、選手時代もっと見とけばよかったなと思ってるんですけど、はい、でもね今日から開幕ということで、はい、鹿児島ユナイテッド FC に関してはホーム戦ですから。そうなんですよ。どうですか、あの開幕戦となると皆さんそれぞれ現役時代の時の開幕戦を迎えるまでの気持ちと迎える当日の気持ちというのはどういう心持ちなのかちょっと気になるんですけど、リーダーから聞いてもいいですか。いや開幕戦ってやっぱりめちゃめちゃ緊張します。やっぱ緊張、緊張するし、あの久々の公式戦っていうことで、うん、もう硬くなります。間違いなく体も心もですか。硬くなります。だそんな中でやっぱこうスタジアムに入る前そして入ってからっていうこう過ごし方が非常に大事になってくるのかなって、うん、僕は前日にとりあえず頭剃っていつも通りのルーティンで五輪バリカンで五輪にして、でスタジアム入る前は必ず長渕剛さんの桜島を聞いて、で入ったらまず、ブラックのコーヒーを入れて、自分のねロッカーに持って行って。何おいおい、ちょっと何俺らのあれあいいですか、俺メインじゃないか今日。おいおいおい、あじゃあ先に僕多分止まんなくなっちゃう。止まらんから、止まらん、ありがとうございます。じゃあルーティーンお願いします。ルーティーンっていうか開幕戦ってどうなの。開幕戦は他の試合より準備期間が長いじゃないですか、うん、長い時間かける分やっぱみんなどうしてもこの試合には出たいと、いいスタート切りたいっていう部分ではよりこの試合に勝ってスタートダッシュを切ろうっていうか、まああのユナイテッド創設して1ゴール目僕決めさせてもらったんですけど、それが痛かっただけだろ早くそこに早く行ってもっと巻きで長い拍手が欲しかっただけでしょ。高い拍手ありがとうございます。ちょっとねけどちょっと練習、まあ、そうねそうね、2014年ユナイテッドができた年の彼がゴール決めてくれてロスタイムだったよね。ベルスボー浮いた戦コーナーキックからロスタイムだったかな。もういいじゃんそこは別に、決めたんだ、決めたんだから。違うよ、違うよ、ヘディングだったでしょ。ヘディングでしょ、はい、もういやあれは勝つは俺、うん、何って今話聞いてたでしょあルーティーン、ルーティーンじゃない、開幕戦ってどうなのっていう。そうですね、ほら話聞いてない。そうっすね、まあやっぱ緊張感はすごいありますね、うん、まあ僕も去年開幕戦観客はいなかったですけど、うん、やっぱ独特の雰囲気ありますし、やっぱりいつも通りのプレーができないっていうのが ありますね。だからそこを多分ファンの皆さんとかが拍手とかで会場の雰囲気とかを、盛り上げてくれたら、いや本当いいこと言ってる。すげえ、うん、なんかめちゃくちゃいいこと言ってる。後輩の俺が言うのもあれがほんま成長したで。いや本当成長した。だからカズがね本当に何が言いたいかって、皆さんの応援で今日の試合結構決まるってことでしょ。いやそうそう、いや本当それはあると思います。本当にそうなんですよ。選手にとってほんまどんだけ力になるかっていうのは本当に思う。こっち側の人間やから言えますけど、うん、サポーターがいなかったら僕多分2019年までプレーヤーできてないですから、ね、本当に応援がなかったら。実力的にはそうだよね。実力的にはほんまそうです。お前ら言うなリーダーだからね、俺フリーダーだよ。生意気だな。でもピッチ上ではこのサポーターの皆さんの声とかこう手拍子とかってどういう風にこう響くものなんですか。まあ、気になりますよね。声がしっかり届いているとは思うんですが、あの特に疲れた時もう結構交代で入ったりしても最初ダッシュしたら息がめちゃくちゃ上がってきつい時とかあるんですよ。なんか、ね、交代は特にもうほんまに最初に1分とか30秒で一気に息が上がるんですよね、うん、そうで、うん、それでも乳酸がガーって溜まって、そう交代で入ったけどなんかめちゃくちゃ疲れてるような状態から。だから交代で入る、僕交代が多かったんですけど、交代で入る選手って途中から入ったら動かなきゃっていうことでバーって動いて、肺だけじゃなくて乳酸が溜まるんですよ、筋肉、あの足の周りとかに重たくなるんですよ。であの出てる選手にお前入ったんだから動けよって言われたらうるせえって言いたくなるんですけど、でも本当にそれぐらい難しいんですよね、交代で入るって、ね、入りは気持ち的にも同じテンションで入らないといけないから、勝ってる試合、負けてる試合、引き分けの試合ってそのいろんなテンションに合わせないといけないんで、だから僕はベンチからめっちゃ声出してました、一緒に戦ってるつもりで試合中。田野さんとかのこの熱意があるから、だからそれが多分会場にも伝わって
タノさんがホーム戦で途中から出てきたら異様な雰囲気で湧くっていうかスタジアムが、なんか待ってましたという感はそうっすよね、ありますよね。俺は待ってなかったけど、お前待ってなかったとか言うな。お前が一番俺と長くやってんだから。僕も内側では待ってなかった。待ってなかったじゃないだろ。中では待ってなかった。ただ僕開幕戦メンバーに入ったことがないですよ。そうなんですか。実はでも一緒にこう向かうにあたっては気持ちとしては一緒なんですよね。向かいます、向かいます。だからメンバー入った選手だけじゃなくてサポーターの人もそうだし、メンバーに入んなかった選手も同じテンションでいるチームの方が強いと思います。鹿児島思いがある選手が多いんで。そう本当にそう。 J リーグで一番多いですから、あの鹿児島にゆかりのある選手っていう意味で今10人以上いますから、そういうチームって J リーグでも多分 1,2 番に多いんじゃないですかね。鹿児島って地元にゆかりのある選手、地元選手が多いって、より鹿児島の皆さんも応援したいという気持ちと、はい、いう思いが多分皆さんユニフォームに現れてますよね。そう、すごいよね。鮮やかじゃない、なんかかっこいいっすよね。着心地どうですか、お二人聞いてみて。やっぱりめちゃいいっすね。はい、わかる。軽い軽い、めちゃめちゃ軽い。選手の時に着たかったよ。いや、そうですね。肌触りがいいっていうか、うん、多分汗吸収、まあ汗かいてないか分かれへんからお前でもなんかさらっと着られる感じ。座れ飛び込んだ方がいいかも。一回急あの濡れた感じ分かるから。まあでもなんだかんだ言いながらももうキックオフ1時間半前となっているんですけど、はいはい、この時の選手の気持ちってどんな感じなんですかね。1時間半前、まあそれぞれですけど、伊沢は1時間半前もうスタジアム入るぐらいまでちょっとこうバーって高ぶってるのはありますけど、入って準備しだしたら結構冷静っていうか、もう試合に集中できてると思います。普通にあの冗談言ったり喋ったり、でも中には話しかけるなオーラを出してる選手もいます。ありますね、うん、ずっとイヤホン聞いてる選手もいるんですけど、 あのそれが個人個人のね、そう、ルーティンっていうか、はい、具体的には堤とかさ、堤とかロッカーでタオルかぶって音楽聴いて、おい絶対俺に話しかけんなよみたいな感じのオーラ出してニールドもそんな感じだったかな。へえ、なんかボクサーみたいな感じがしますね。そうでも特にねディフェンスの選手とかキーパーとか多い気がします。もう自分たちが割られたらゴールやられちゃうっていうポジションの人たちは結構ルーティーンとか自分の時間を大事にする人が多いのかなって。ディフェンスの選手でしたけど、俺はディフェンスだったけど。どうされてましたか。僕はでも違うんですよ。何が違う。タノさんちょっと勝つにも振ってもらっていいですか。あ、話すぎっす。お前入ってこないと。話すぎ。入ってきた。観客になってたよ。いや、怖いもん。いや、勝つはでもさ、あの結構いつも通りだったよね。俺はもう別に何もしてないですね。特別なものはないですね。ないですね。でも勝つはメンタルが強いんですよ。ハートがうろちょろしてたイメージありますよね。一人だけもうなんか意味不明にうろちょろして人をいじりに、次あいついじりにみたいな。ちょっと気が散りそうですけどね。本当にメンタル強いです。勝つはブレない。メンタル強いです。メンタル強いです。でもスポーツってメンタルですかね。うん、どうしてそんなメンタル強いんですか。なんで勝つは。いや、自分では思わないですけど、ね、それがだから秘訣なんですね。ああ、かっこいいですね。開幕迎える今日ですが、はい、新体制、新監督を迎えての鹿児島ユナイテッド FC なんですが、どうですかね、新しい監督が来られた時の、ね、うん、今までと違うこの環境っていうのはどうなんですか。パパスさんどう。大阪から見たパパスさん。むずいな。どう。大阪から見たバージョンと、熊本から見たバージョン聞きましょうかね。鹿児島は僕なんだけど、そのマリノスのあれじゃないですか、ヘッドコーチ、はい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 、やった分楽しみっすよね。あ、ちゃんと調べしてるね。うん、偉いけど、その何ですか、監督変わってやっぱりその一旦フラットになるじゃないですか、うん、選手を見る目が、はい、だから今まで出てた選手にとってはもう一回そのスタメンをつかまないといけないっていうのと、うん、出れてなかった選手にとってもここでもう一回頑張れば試合に出れるっていう思いが、それぞれがやっぱりいいモチベーションにはなりますよね。そうだね、監督変わったら。うん、勝っちゃうわ。はい、熊本から見た パパさん。はい、そうですね、ボスは、まあ、より攻撃的になるんじゃないかなっていうふうに思います。おー、ボール保持しながらねってイメージがありますよね。マリノスのサッカー見てるとそんな感じじゃないですか。そうだね、うん、やる方は大変だと思うよ。あ、まあ、去年までやってたしね。結構なんか若返った感じも印象としてありますよね。だいぶ若返りましたね。唯一の練習などを見られている田上さんから見てはいかがですか。選手たちめちゃくちゃ走ってます。そう、めちゃくちゃ走ってて、僕もさ、たくさん見に行けてないんですけど、何回か見に行った時にもう鮭さんとか牛一番走れるんですけど、牛がもうです、練習中に膝に手を置いてこうやってるぐらいきつい練習をやってきてるんで。牛の俺まだ喋ってるけど
まあまあいいや、まあいいや、カットインで助けてんすよ、ほんまに。ああ、助けてるって何？まあまあまあいいや、喋っちゃ喋って。1個ウッシーの小ネタなんですけど、はいはい、あの体力測定あったじゃないですか。あったね、去年とか、うん、ウッシーは日本代表の A 代表の平均値より全然上っす。そう、すごい。ウッシーとスナ、スナモリ、レイモ、レイモ、レイもすごい。あ、レイ、レイ、あの辺すごいっす。すごかった。ジャッキーもでしょ。最後だってジャッキーって言うな、お前。中原シュートって言うなんて分かんねえだろ、ジャッキーチェーンって言っても、お前同い年のジャッキーチェーンなんですよ。カツオ、お前今日爪痕残したな、今ので。ジャッキーで、ジャッキーもでしょ。誰だろうって今一瞬思いましたけど、ジャッキーも走れるんですよ。僕らジャッキーって言うんだって。ジャッキーチェーン似てるから、中原シュート。はい、これからジャッキーって呼んであげてください。ニコってしますから。びっくりするやろね。うん、ジャッキーってみんなから呼ばれ始めた。ツイッターで、ね、拡散してください。ジャッキー中原シュート、ハッシュタグジャッキーでお願いします。はい、面白いな。でも走りってキャンプね、キャンプのシーズン特にあるけど、はい、そこで誰が一番走れるかみたいな、こう勝つは頑張らないタイプなんですけど、あんまり嫌い、大嫌い。意地の張り合いありますからね。あるあるある。負けたくないっていう。あ、そうないない。そうなんですね。だから俺一体考えたろ。俺はなかった。じゃあほんまなかった。俺はない。勝つはもういいや、ここまで走れって言われたら、うん、そこまで頑張ってはい終わりみたいな感じですね。そうですね。それが勝つの良さでもあるけど、その走りで今までずっと一番だったんですよ、僕。2018年まで。いや、田野さんすごかったね。ずっと一番走ってて、18までは。で、俺走れなくなったら引退だって言ってて、で2019年に砂森と牛の浜、米沢麗、はい、こいつらに負けたんですよ。あ、俺もう引退だな。あ、もう走れない。それでか、それでか。そう。だからそれで。ま、何その軽い言い方。こっちは重たい話してるのに。それで引退。そうなん。仲間だよね、一応ね。うんうんって。リーダー。もう次たちのリーダーで。すいません。私も託そうという気持ちが湧いたんじゃないですか。ああ、うまい。それはうまい。っていう。ありがとうございます。そう、そういうことです。ないソロ。そう、それを口に出して言うな。すいませんね、本当に。散らかしっぱなしで。でも今回の新体制のユナイテッド FC、はい、期待する選手、そして順位などもお三方でちょっとそれぞれ伺いたいなって思うんですが、どうしましょう。今年でも走れるようになってるんで、かなり。だから調子悪いとかチームの状態が悪いってなっても走れるっていうベースがあるって強いと思うんですよ、チームとして。うん、そうですね。だから僕は1位じゃないかなと。お、優勝できるんじゃないかな。ありがとうございます。だから調子良くない、今まで負けてたような試合も引き分けに持っていけたり、引き分けてた試合をなんとか勝ちに持っていけたりっていう体力がついてると思うんで、ここはもう本当にお世辞抜きで僕は優勝できるんじゃないかなって思ってます。あ、じゃあ実際リアル、リアルなとこ行っていいよ。いや、ちゃうやん、俺も優勝って言いたいやん。いいっすよね。いいよ、どうぞ。いいっすよね。それはもちろん優勝ですよね。それの上で、その田野さんが言ったみたいにベースがあって、うん、やっぱ走れる選手が多いから、うんうん、今のサッカーがしっかりガチッとハマった時に、ね、上位争いのやってる中でもやっぱポイント落とさずに、去年負けてた試合を引き分けにして、引き分けた試合を1個勝ち。待って待って、そう、俺が言ったやつ。言ったそれ言った、もう言ったやつ。デジャブ。デジャブ。だから田野さんから話すのは良くないやん。多いもん。かっちゃん、かっちゃんじゃあどう。ちなみに何が何だって、だから話聞いとけお前。2回目。今シーズンのユナイテッドの順位とかそういう勝つの予想。いや、俺期待する選手いるよ。あ、誰誰。俺はカイトだ。三宅。三宅、ね、あー、三宅カイト。なんでなんでなんで。あいつはすげえ。何がすごい。すげえ。何がすごい。ポテンシャルはやっぱすごいです。やっぱ一番かなって思います。あ、そう。じゃあ1対1今まで過去でやってた。あいつはちょっとね、取れる気しなかった、なかなか。あ、そう。え、ドリブル独特なんですよ、持ち方とかね、距離とか、ね、守りにくかった。守りにくい。順位はどうなの。順位は、順位はね、ズバリそんな甘くないからね。あ、まあ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 、まあ、でも優勝かな。いやいや、かっこいいなお前。優勝してもらわないと困りますよね。まあそうですよ、本当に。今年上がらないとね。そう、絶対。いや、そうだよ。絶対今年上がらないと。だって落ちてくるでしょ、4チームぐらい。だからその、そうそう、去年上から落ちてきてない分でしょ。チャンスだもん、落ちてきてない分。そう、言ってしまえば今年チャンス、絶対今年上がらないといけないんですよ。15チームなんで、うん、28試合、はい、上から4チーム落ちてくるから大ピンチになっちゃうもんね。来年は難しくなるもんね。より難しい J3 リーグになってしまうんで、そうそう、今年絶対上がらないといけないです。そうなると、やはりサポーターの皆さんの応援も。そう、そこなんですよ。ほぼそれっしょ。もうそこしかないですね。スタジアムというか、もうホームの一体感があるチームってやっぱ強いんですよね、うん、去年惜しくもこう上がれなかった長野さんも、あそこ専用スタジアムあって、ファンとの距離も近くて、で応援もめちゃくちゃかっこいいね。すごいね、あそこすごい、うん、あそこちょっとまだ雰囲気変わりますもんね。だから僕ら去年初めて勝ったけど、それまで勝ててなくて、あのアウェーで長野で
それってあのホームの相手のアウェーのイメージというかその雰囲気が嫌だったよね。嫌な雰囲気ありますよね。戦いにくかった。だからファンサポーターの方が田野さんが頭からヘディングした時でしょ。やめろそれ言うな。ミレアス氏買ってくる時に俺初めてボランチ出してもらってボール取られて頭でスライディング行って仲間爆笑す。でもヤスさんにめちゃくちゃ怒られたやつね。そっから俺4試合ぐらいメンバー外だったけど怒られちゃったんですね。怒られました。めちゃくちゃ怒られました。あれが一番好きだね。多分でも J リーグで初頭からスライディングしたやつだよ俺。あんな見たことない。気合を感じますね。ボランチ出ることありえないから本当にっていうエピソードがあったんですよ。ありがとうございます。はい、すいません。とんでもないです。もうね、皆さんと楽しい時間を過ごしていたんですが、はい、間もなくですね、皆さんそれぞれお時間があるということで、はい、それぞれお一人ずつメッセージをぜひ皆さんに。今年はあの副応援リーダーということで、あのチャンネル登録を1万人目指してやっていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。YouTuber、しっかり YouTuber。 素晴らしい、かっちゃんありがとう。よく聞く。じゃあ谷口さん、じゃあちょっと補足なんですけど、あのちょっと噂によると1万人いかなかったらこれあの解散みたいなんで、こっち側ちょっと皆さんあの周りも巻き込んでよろしくお願いします。はい、僕も言っていいんですか一言。今ですね、チャンネル登録者数が4860人、あと140人で5000人いくんですよ。今日何人スタジアムにいらっしゃいますかね。今日行きたいですね。そう、ぜひチャンネル登録お願いします。でちなみに今 J3 で1位が岐阜さんなんですよ。7000人いて、いつもこうちょっと追いついてきたら離されて、ちょっと追いついてきたら離されて、今日だっておそらく予想では4000人近く来てくださる予想なんで、おーすごい。チャンネル登録してない方多くいらっしゃると思うんで、その人差し指で僕らに力をお願いします。選挙みたい。ではお